ワレッズ初優勝か、ガンバ大阪リーグ連覇か、2006年の J リーグ運命の最終節です。優勝のかかった最終決戦です。チャンピオン決定の瞬間を待つ優勝銀皿、リーグ優勝をかけた首位浦和と2位ガンバの直接対決。戦いの果てに今日はどんなドラマが待ち受けているでしょうか。2006年の J1 ディビジョン1は最高のカードが最終節に残されてきました。開幕戦と同じカード、浦和レッズ対ガンバ大阪です。両チームの勝ち点の差はここまで3、この2チームしか優勝の可能性はありません。青空が高く澄み渡りました埼玉スタジアム、1時半現在15度台の気温です。放送の解説はマリノスの監督時代にリーグ優勝を経験した早野博さんです。アナウンサーは放送席の実況が野次、両チームのベンチの情報は浦和サイド田代、ガンバサイド早瀬アナウンサーからリポートが入ります。優勝は2チームに絞られました。そして前節33節にも浦和優勝の可能性があったんですが、まずその戦いから振り返ることにしましょう。早野さん、浦和としてはですね、はいはい、アウェーの味の素スタジアムで、そうですね、そこで決めるかというシーンだったと思うんですが、決めたかった気持ちはあると思いますけども、若干動きが硬かったかなという感じがしますし、 FC の方は非常にここで阻止するという非常にいいゲームでしたよね。前半は0対0で終了しました浦和 FC 東京。そして一方のガンバ、可能性を信じてという合言葉のもと、はい、ホームに京都を迎えました。京都も必死で戦ってくる中、苦戦をしましたけれども、1回は、ね、勝ち越して、ただ京都の方の意地というのもありましたよね。そして京都に追いつかれるというシーンがありました、はい、両チームともに同点で終われば、はい、浦和優勝という33節でした。そうでしたね。何かこの辺が浦和に傾きかけてるかなという感じをしましたけれどもね。浦和にもチャンスがあったんですが決めきれず、何か重たい空気に包まれました。そうですね、なんか決めたいんですけどタイミングがなかなか合わない。この FC の粘りというのも目立ちましたね、このゲーム。先に終わった味の素スタジアム、浦和勝ち点1を積みました、はい、あとは万博のガンバの結果待ち。雨が激しくなっています。そして2対2のままロスタイム3分。そうなんですね、京都にもチャンスがあったその後のこのプレー、マグノアウベスのヘディングシュートが決勝点。このストライカーがいたことをね、ガンバこの最終節まで優勝を分からなくしましたね。この結果勝ち点の差が3と縮まって、優勝は今日の最終節まで持ち越されました、ね、はい、現在の状況です。浦和勝ち点が69、ガンバ66。今日ガンバが浦和を破りますと勝ち点で並びます。勝ち点で並んだ場合には得失点ということになりますが、得失点の差が今5という状況になっています、はい、さあ優勝の行方です。浦和は勝つか引き分ければそのまま優勝、はい、ガンバは勝ってしかも3点差をつけた時にのみ優勝が転がり込んでくるという、ですから可能性があるということがこの数字から言えると思うんですけども、3点差というのは簡単なものではないというふうに思いますね。ちなみにこの浦和はホーム埼玉スタジアムでは21戦無敗記録を更新中、負けてないんですよね。さあそれではこの最終決戦に臨む両チームの選手の話を聞いていただきましょう。浦和レッズトゥーリオ、ガンバ大阪宮本、両選手の話です。トゥーリオ宮本のこの試合に対する思い、はい、そしてこの試合への考え方、そうですね、そういうものは出てたと思うんですが、あの気持ち的には高ぶらず平常心でいきたいというようなコメントの仕方、ただ両チームとも勝って終わりたいというね、ただガンバの場合は勝った後に得点が多い方がいいという、そのステップをしっかり勝つこと、そして得点を多く取ることという考え方のプライオリティは持っているのがガンバだと思いますね。浦和としてはたとえ敗れても2点差ならいい、しかしこの赤に染まった大声援の浦和サポーターの前で、はい、うん、勝って終わりたいという気持ちが当然強いはずです。強いと思いますね。ですから変に引き分けでもいいという考え方は私は浦和の方は持ってないと思いますね。しっかりと
全力を出し切って勝ちを狙いいく中で最終的に引き上げであれば優勝は来るという考え方だというふうに思いますね。両チームの対戦は今シーズンの開幕戦でした。その開幕戦と同じカードが最終戦で優勝を争う一戦になりました。ドレッシングルームから両チームの選手たちが出てきました。得点王争いも今日で決着です。今得点ランクで言いますとマグノアウベスが25点、そしてレッズのワシントンが追う形になりました、はい、そうですね。ちょっと若干最近点を取れていませんけど、このワシントンの加入というのは裏にとっては非常にここまで来る原動力の一つだと思いますね。そしてマグノアウベス、先ほどご覧いただいたように京都戦では3点ハットトリック、はい、彼がこのチームをなんかどんどん救っているというね、シュート数がとにかく多いんですよね。ここへ来て調子を上げてこのゲームまで持ってきていることを考えれば乗っているというふうには考えられます。マグノアウベス25点、ワシントンが24点、そして川崎のジュニーニョが19点、日本人ではガナハ、さらに広島の佐藤が18点、はい、そしてこの下に日本のバンドが16点で続くということがあります。しかしこういう強烈なストライカーがいるチームが最後まで残っているということですよね。両チームのデータを見ますと浦和が得点が64、ガンバは78、ガンバ有利、そして失点で見ますとガンバ45に対して浦和はわずかに26。今シーズンの両チームの対戦をご覧いただきます。シーズン1週間前のスーパーカップでは浦和が3対1と快勝しました。そして開幕戦のゲームは万博で1対1、もう試合が始まってすぐにワシントンの先制点、後半に入ってカジノミドルシュートで同点という試合でした。まあ、これは本当に春先のゲームですから、ここに来たらこのゲーム、このスペシャルなゲーム、素晴らしいこの環境の中で戦う両チームがそれは関係なくこの90分にね、はい、私は全てをかけてくるというふうに思いますから、1秒たりとも見逃したくないですね。さあそこで両チームの早野さん考え方ですが、はい、ガンバとしては逆転優勝のために、はい、とにかく点をたくさん取りたい、うん、しかし試合開始からですね、はい、無理をして攻めに来るかどうか、それはないと思いますね。やはり先ほど言ったようにまず勝つことが大前提、その上で得点をたくさん取りたいという考え方からいけば、先に点を取られたら浦和の場合には強みを出してきますから、はい、絶対その先に点をやらせない、今日のゲームのポイントはそのどちらが点を取るかということだというふうに思います。ワシントンに比べるとかなりゆっくりと登場の準備をしてきましたマグノアウベスです。いやワシントンも半袖でね気持ちは入ってるんじゃないでしょうかね。あマグノアウベスがワシントンのところに寄っていきましたこれが最終戦です。ブラジル出身の2人です。まあ、このピッチの外では非常に有効的な態度ですけど、ピッチの中に入ったらもうこれは気持ちが入ったプレー出ると思いますよ。さあスタジアム内は両チームの選手のピッチへの登場を待っています。シーズンを締めくくる J リーグの最終節です。空席が見当たりません。満員の埼玉スタジアムに両チームの選手が入ってきました。いつものようにホーム浦和の赤、そしてアウェーのガンバは今日は白をベースにしたユニフォームです。ホームで21試合このところ負けがありません。そして浦和のデータで言いますと今シーズンは3点差以上の負けはありません、はい、やはりそれが今シーズンの浦和守備の安定感というのがその成績に表れていると思いますね。一方のガンバは3点差以上で勝った試合は6試合あります。ガンバの方はやはり攻撃が持ち味ということですから、最終戦それを思い存分に出したいんですが、先ほど小野さんがおっしゃったように早く失点をしたくないという気持ち、中のバランスでどうだって出てくるか。さあそれでは両チームのスターティングメンバーからご覧いただくことにしましょう。心配されたトゥーリオですが怪我をしてのスターティングメンバー、ゴールキーパーは山岸、トゥーリオを中心に左ブラジルのネネ、右が内立て、長谷部と鈴木が守備的な中盤、
左サントス、右が平川、山田とポンテはゲームを組み立てていきます。この選手がポンテ、そして得点を争い2位のワシントンが前。ベンチにゴールキーパーの都筑、坪井は5試合ぶりにベンチに入りました。相馬、小野という中盤、永井、田中、岡野、フォワード3人を入れました。2004年から指揮を取ってきたギド・ブックバルト監督、強くない時代のあの浦和のプレーヤーだったギド・ブックバルトがどんな気持ちでこの一戦に臨んでくるでしょうか。そうですよね、初優勝、自分もしっかりその中に入りたい、絶対信じてる。